アドバイスをいただいて勉強になってるわけですね。はい。AKB 仕込みのリアクションでミイラの間攻略なるか。あ、キューキューってなってきた。強い強い。あ、待って待って、ごほう。生駒さんといえば今高校2年生。はい、2年生です。じゃあ学校で漢字を勉強したりしてます？漢字やってます。はい。ということは大概の漢字なら知ってますね。大丈夫ですかね。あ、漢字問題だって。大丈夫？あ、漢字が苦手な生駒さんでもわかる簡単な漢字の問題です。ミイラ製造機が作動します。いや問題。双角が三角の常用漢字、人名用漢字を7つ答えなさい。はい。三。三あと。簡単なのさ、僕言ってっちゃう。あと、ね、三角、三角ですよね。三とあとなんだろう。あ、全然言えてないよ。あ、もうテンパって、わかんなくなっちゃった。書いてこ、書いてこ。今何個言えてんの？一個だけ。一個だけです。30秒前。第7つ。第5ね。口。9は違う。20秒前。9。11。あ、あれ、あれなんだっけ。分かんない。10秒前。5秒前。4、3、2、1。わかんない。生駒さん、チャレンジ失敗です。オーノー。全然ダメじゃん、生駒ちゃん。いや、冷静になったら大丈夫なんですけど。ちなみに、上って漢字知ってますよね。上知ってます。あ、下って漢字は上と下あるじゃん。あるじゃん、のぼう。あとは土っていう漢字は。では、生駒さんには私の仲間になっていただきましょう。終始テンパり、たった1問という結果。生駒里奈、ファラオと